橋哲郎です。年齢は21歳です。姫路市出身です。普段は新生ジムでフィットネストレーナーしながらプロボクサーとして活動しています。応援よろしくお願いします。最近もう週5ぐらいですよね。あれ自分の家からいやもう家ですね。なんかこうもうのんびり過ごしちゃいますねやっぱり。岩井さん、私とてっちゃんどっちのが出勤率高いですか？もともと野球しててでこう野球が終わったと同時にこうなんかすることないかなとかこう思ってたですけど、この家族であの映画のロッキーを見てでなんかこう家族でこうちょっと盛り上がったというかでこうみんな弟とこうあやりたいなみたいなでこうまだ僕は野球ちょっと残ってたから野球終わってから僕後から入って弟が先に入って、はい、でそこから初めて最初はもう本当プロなんかなる予定もなかったですしなんかこうできたらいいわみたいな感覚やったんですけどやっぱりこうなんか本気になっちゃったというかそっからほんま勉強もできなかったんでそのまあつながりもあって川端ジムの会長さんと高校のボクシング部の監督とつながりがあってそこの高校を紹介してもらってそこでこうなんか何ていうんですかこのスポーツコースみたいな感じでその道でとりあえずアマチュアを経験してでも、まあ、全然こう実績残せなかったんですけどある時にこうなんか本当はもう地元でこうプロになってっては思ってたんですけどある時高校2年生の時にその新生ジムにでけえ子行かしてもらった時があってそこでなんか山下会長がこうスパーリングを見てくれてでなんかこう進路どうすんねやみたいなでも大学は行かずにプロボクサーになりますっていうことだけ伝えたらうち来いって俺が面倒見たるって言ってくれてそっからですねプロになったのは。3年生の時にこの夏休みに1ヶ月間寮に泊まって一人ででこう先輩方もよくしてくれてジム1ヶ月間こう行ったんですけど夏休みにそのあるその何ですかね練習終わりにこうまあ僕の同級生も含めて先輩のまあ久保さんとかユナさんとかこうなんかこう終わりにみんなで焼肉に行った機会があったんですよ練習終わりにでそこでこうなんかなんていうんですかねこのまだ新生ジムにも入ってないこうこんな僕やのになんかこう寮一人で泊まっとった時に久保さんがなんかこうさりげなく何かあったら
連絡してこいみたいな感じで電話番号をくれて、で連絡先も交換してくれて、でなんかこう当時東洋チャンピオンやって確か、でこんな優しいチャンピオンおんねやみたいな、あなんかすごい嬉しかった、なんかこういう人になりたいなみたいな感じでもあれですね、新生ジムに入ったきっかけですね、プロで。まあボクシングスタイル的には本当真逆やと思いますし、こうスタイルは全然違うんですけど、やっぱりこう人としてなんかこうすごいなんか温かさがあったというか、なんかすごい嬉しかったことだったんで、でそこからこう、まあ、久保さん以外にもこういろんな先輩方がよくしてくれて、すごいいい人ですね。やっぱり ボクシングってなんかこう怖いイメージとか持たれがちですけど、なんか全然違うなとか、すごい新生ジムでこうなんかいいカラーやなって思いましたね。出会った感じもそのすごい自然やったんですけど、まあもうほんまにそのままですね、あんまり汚れてないというか素朴というか、もう言い方悪いと田舎臭いところもありながら、まあでもすごい純粋な声だなと思いますね。そういうのが多分受け入れやすいんでしょうね。でも人になんか好かれる様子なんちゃうかなって思います。基本的にはそんなに難しいことは考えてないんですけど、ただその仕事というかまあ練習、まあまあプロという意識の中でやってはるから、せめてこうご飯の食べれる部分だけでは、あの自分が好きなものを食べたいとか食べさせてあげたいっていうのがあるから、彼の要望の中にまあ僕らやったらこういうふうに、まあこれやったら入れすぎじゃないかなっていう、そのなんていうんだろう、量的な部分だけは考えては出しますけど、あとはなんかそこだけはちょっとストレス発散の部分かなと思って、好きなものを出してあげてるようにはなるべくはしてますね。まあ日頃はね、やっぱり優しい部分がすごく見られるんですけど、これもやっぱ勝負事やし、まあ、男で生まれた以上はまあ勝ってもらいたい、まあ、勝つしかないやろなって僕は思ってますけど、まあ、それも僕も応援したいと思ってますんで、まあ、ぜひ結果を出して、いい風に言ってほしいところです。今までやったらこうちょっとなまあ共感ももちろんあるんですけど、ちょっとこうマイナスに考えがちな自分がいて、やっぱりそういうところもまだまだこういうメンタル面の弱さであったりとか、そういうところも指摘されたこともあったんですけど、なんか今回に関してはすごいなんかこう自分がこう前回負けてから自分がこの期間の間やってきたことでどれだけ強くなっとんのとか、でそのまあ相手の方はもうランキング1位ですし、日本チャンピオンにもなったことがある選手なんで、強いのはもちろんですけど、自分がどれだけその選手に通用するのかって、まあ試すだけで終わりたくないんで、やっぱりそこはもう勝ちに思いっきりいきますけど、やっぱりこうそうお客さんがこう周りが見ても完全に僕が勝ってるやろうというあのイメージはして、でまあそのやっぱり強い選手に勝ってやっぱりこういうタイトル戦線にまた絡みたいなと思いますね。目標というか、あ、はい、まあ、世界チャンピオンになることはもちろんなんですけど、やっぱりこう誰しもがこう分かってもらえるそれこそ強いチャンピオンになるのがやっぱり本当のチャンピオンかなと思うんで、やっぱりこう誰にしもが知ってもらえるようなチャンピオンになりたいですね。